ヌビーシュル・バランジョンは、フランス、サントルイ・コールバルド・ロワール地域圏、シェール圏のコミューン。村は、ソローニュの自然区分上の地方であるソローニュ・ベリションヌ、地方に属する。ソローニュは、現在行政上の地方ではないが、ベリー地方は、シェール圏とアンドル圏にまたがっている。ビエルゾンの北東 18km、ブールジュのおよそ 30km の距離にある。 ローマ時代の遺跡がコミューンの近くに存在する。村の地名は992年に最初に示されている。キリスト教の教区は相次いで修道院に取り付けられた。1940年、ブールジュにある子供のための家族の家は、レティラーダのさなか、フランスへ避難してきたスペイン人の子供たちを受け入れていたが、爆撃から彼らを守るためヌビー・シュル・バランジョンへ移動させた。 彼らは戦争の間そこに滞在していた。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。